はい、はい、どうも、ちょぶりです。ということで、今日はですね、センターバック最強ティアランキング、やって ってなわけでこちらかなりご要望の方をいただいたんですけれども以前ね OMF とセンターフォワードのまあティアランキングの動画を上げまして今回はそのセンター枠編になります、まあ、前回の CF のティアランキングもね結構いろんなご意見コメントいただいたんですけれどもまあ今回も少しでも参考にしてもらえたら嬉しいなと思います、まあ、そして今回はこれまでと違うポイントがありましてこれまではエピックビッグタイムショータイムのみで開発していったんですけれども今回はピックアップした ハイライト選手も選出してやっていきたいと思いますまぁ、あ、ちょっとセンターバックはねエピック、ビッグタイム、ショータイムだけでは少ないということでまぁ、あ、イ、e、フットボールリーグとかでもちょくちょく見かけるハイライト選手もピックアップして解数していきたいと思いますのでまぁ、あ、全員ではないんですけれどもよかったらそこも参考にしてみてくださいそして今回もティア表の方はこんな感じでやっていきたいと思いますゴッドから C までありますということで前回のティア表からねこのゴッドっていう新しいティアの方を追加したんですけれどもまあ今回もこのティア入れまして6段階で回数していきます そして、各ティアの評価の方は、こんな感じになりますでま、あこの評価の方も踏まえた上で見ていただけるとありがたいなと思います。そして、こっからまたまた注意ポイントになるんですけれども、まず一つ目が、基本的にはね、センターバックに適性のある選手から選出していきます。なので、センターバック登録の選手だけではなくて、サイドバックだけどセンターバックに適性がある選手、そういう選手も今回は選んでいます。あとは、ポジショントレーニングでセンターバックに適性を追加できる選手に関しては、僕が使用したことある選手 のみ選出してます、まあ、これに関しては僕使ってないのにね、評価するのもあれなので、ここに関しては使ったことある選手だけ入れてますので、ご了承ください。そして今回も僕の独断と偏見で解説していきます。まあ、結構いろんなご意見ね、毎回このティア表を上げるといただくんですけれども、まあ、あくまで僕の体感、使ってみた感想になりますので、参考程度に見ていっていただいて、皆さんのご意見はね、コメントしてもらえたら嬉しいなと思います。今回もティア表の方をね、僕手作りで作成していますので、もしかしたら抜けてる選手もいる可能性あると思うんですけど、そういった選手いたら、 コメントいいいたただけたら嬉しいなと思いますてことで早速ですねセンターバック最強ティアランキング徹底解説ということでやっていきましょう。 はい、ということで、まずは C ティアから見ていきたいと思います。まあ、正直ね、ここにいる選手たちは、センターバック起用ってなると、まあ、弱いというね、部類になってくる選手たちかなと思うんですけれども、まあ、ここにいる選手たちに関しては、基本的にまあ、どこかのこう、能力値がね、低かったりとか、あとは、このセンターバックっていうポジションにあんまり適していない選手になるのかなと思います。まあ、この5名に関してはね、もうほとんどセンターバックで使ってる方はいないんじゃないかなと思いますけれども、例えばこの右のね、ヌーノメンですとか、このダニ ってのに関してもまあ、サイドバックだったら普通に優秀ですね。特にこう布面です。とかはサイドバックだったらもう atr とかね。そこら辺にこう入っていてもおかしくないかなと思うんです。けれども、まあ一応センターバックの適性があって、まあ、能力見てみてもスピード前発あるんですけれども、やっぱりディフェンス数値とかね。フィジカルコンタクトが結構低いということで布面です。まあ、この2人もね。センターバックとしてはあまり適していないのかなと思います。まあ、それ以外の3名に関してもまあ、ディフェンス数値は高いけど、スピード前発がね。かなり低かったりとか。まあ,あとは逆にスピード前発はあるけど？ ディフェンス値が低かかかったりりとままあそういうい選手になりますかねパストオンに関してはね、まあ B にしようか若干迷ったんですけれども、まあ使ってる方もあんまりいないですし、ディフェンスうちは結構あるんですけれども、やっぱりスピード瞬発とかね、結構厳しい部分が玄関境ではありますということで、今回 CTR に選ばせてもらいました。まあ今回 CTR5 名だけなんですけれども、まあこの選手たちはね、使ってる方はあんまりいないと思いますけれども、センター枠起用に関してはかなりお勧めしないですね。ぜひよかったら参考にしてみてください。はい、ということで CTR でした。はい、続いては こちちら B ティアの選手たた見ていきたいいきと思いますまあ、こっからはね、結構使ってる方もいるというか、正直まあ C ティアと B ティアに関しては結構差があるというかね、ぐっとこう選手の能力も上がるんじゃないかなと思いますけれども、まあ B ティアはまあ普通くらいっていう感じですかね。正直まあ課金してる方はガチスカットでは使わないけど、無課金、美課金だったらワンチャンスカットで起用してる方もいるんじゃないかなと思います。ただまあ B ティアに関しても基本的にまあこのポジションっていうか、センター バックに適性はあるけどセンターバックに使わなくてもいいよねとかまあこの能力値は強いけどこの能力値は弱いよねとかまあ、ちょっと欠点は見えてくる選手たちが多いのかなと思いますね特にこの中でいうとまあディマルコ・ディロレンツをヘイニュード・カ改良ウォーカーとかま組んでとかもそうなんですけれどもまあセンターバックに適性はあるけどまあ使うならサイドバックがいいよねみたいなまあそういう選手たちが多いかなと思いますねベンホワイとかもそうかな逆にはこのスモーリングとかデフライとかねあとまあマルキーニョスとかに関してもそうですけれども こういう選手に関してはやっぱりこうディフェンス値があるけどスピード瞬発がね現環境では遅かったりとか、まあ、ウパメカロとかもそうですよね守備能力はめちゃくちゃ高いんですけれどもやっぱり瞬発がねかなり深かったりまあ、そういう,こう若干使いづらいところが多いかなって印象ですねマルキーニョスかもね、まあ、A にしようかもやったんですけれどもまあこの招待マルキーニョスも現環境ではまあ身長的にもね能力的にも若干厳しいのかなって印象はありますね、まあ、ヘイニュードカイドウオーカー組んでとかはねまあ、サイドバックだったら本当 トトップクララスに強いハイイ選ただまあセンターバックで使っている方も時たま見かけるかなって感じがあるんですけれどもやっぱりまあ CB 起用はあんまりお勧めしないかなと思いますねまあ最初にも話した通り c t a から b t a はねぐっとこう能力値まあ選手の評価メンツっていうのも上がってくるんじゃないかなって感じはするんですけれどもまあこの選手たちも正直まあセンターバック現環境でやれるかっていうとまあ若干難しいのかなって印象はありますね是非よかったら参考にしてみて くださいはいということで BTR でしたはい続いてはこちら A ティアの選手たち見ていきたいと思いますこっから割とガチスカット級というか、まあ、全然ガチスカットでもやれるよねっていう選手たちが入ってきてるかなって印象があるんですけれどもいかがでしょうか A ティアから結構イフットボールリーグとかでも見かける選手はいるんじゃないかなと思いますまずまあキム・ミンジェク・グバルディオールとかね結構懐かしいなって感じはあるんですけれどもまあ玄関級でもねそこそこやれるんじゃないかなと思いますただまあ普段課金してたらあんまりスカットにはもう入ってこないかな なって感じですねあとはファン v t テンとかベッケンバウアーに関しても、まあ、エピックで B 固定で優秀だけど、まあ、ちょっとね現環境のまあエピックセンターバックでは難しいというかカンナバールに関しても能力はめちゃくちゃ高いけどやっぱり身長の気になるなとか、まあ、そういう選手が入ってくるかなと思います、まあ、ハイライトとかは使っている方も多いんじゃないかなと思いますね特に指名機やクリュリガーとかね獲得した方も多いと思いますしルーベンとかねパヴァールバーンシュクリニアルとかこれに関してもまあ普通にハイライトではかなり強い方のセンターバックになってくるんじゃない な,ないかなと思います僕も結構ねお勧めしてるセンターバックもいるんじゃないかなと思いますけれどもまあ、この選手たちに関してはエイティアということでガチスカで全然やれると思うんですけどまあでも使ってる方もねぼちぼちというかめちゃめちゃ多くはないんじゃないかなと思ってますね特にまあエピックとかはねわざわざこう課金して獲得した方もねここら辺の選手たちは少ないんじゃないかなと思いますけれども、まあ、無課金無課金の方はここら辺の入るとかも全然ガチスカでやれるんじゃないかなと思いますぜひ、まあ、よかったら少しでも参考にしてみてくださいはいということでエイティアでしたはい続いて 次はこちら、STR ですね。見ていきたいと思います。こっからまたグッと上がりますよね。かなりメンツも豪華になってくるかなと思いますけれども、この選手たちに関しては、まあ、玄関強度もかなり優秀。余裕でガチスカットで使える、まあ、最強クラスとも言えるね、選手たちになってくるんじゃないかなと思いますけれども、見ていきましょう。トモリ以外はもう全員エピックというわけで、まあ、テラム・ベルゴミに関しては、まあ、センターバックもやるなくはいないけど、やっぱりサイドバック器用が強いんじゃないかなと思いますね。まあ、スピード ってディフェンス打ちもあってって感じでも能力だけ見たらめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますけれどもやっぱりまあ身長面も含めるとエスティアぐらいになってくるのかなと思いますねあーでも特に僕トラムとかはねたまにセンターバックで使っていた時期もあったんですけれどもかなり強いんで、まあ、ワンチャーセンターバック気温もありかなと思いますけど、まあ、わざわざセンターバックってよりかは普通にサイドバックで使った方がいいのかなって感じはしますね、まあ、コスタクルタもそうかなセンターバックでもやれるけど、まあ、サイドバックの方がいいよねみたいなフレイルに関してはまあ身長がねかなり低身長ということで能力者はかなり 優秀だけど、まあ、センターバック若干難しいかなただ身長は気にならない方は本当にめっちゃいい能力してるんでありなんじゃないかなと思います。アイダーエリアに関してもね、最近使ってる方あんまり見ないですけれども、優秀なセンターバックかなと思いますし、まあ、マテウス、バレージとかも普通に使用感いいですからね、まあ、マテウスに関しては中盤で使った方がいいかなと思いますけれども、ディフェンス値も超高いですからね、あとこのマルディとかトモリとかね、ここに関しては若干ね、SS と迷ったんですけど、まあ、今回 S にさせてもらいました。まあ、マルディにはね、ディフェンス値は本当に トップクラスも最強なんですけどちょっとまあスピード先発がね、現環境では若干厳しくなってきたというか、ま当にインフレが進みすぎてしまって、スピードが80ぐらいだとちょっと厳しいかなって感じがあるんで、今回 S にさせてもらいました。ともりに関しても強いんですけどね、やっぱり能力値少しこう全体的に物足りないかなって感じはありますね。まあ、最初にも話す通り、ここら辺から我々も全然ガチスカットで使ってあげれると思います。最強クラスと言えるメンツになってくるんじゃないかなと思いますけれども、ちょっとね、まあ新 長面とか能力面で不安がある選手もいるということでセンターバックってよりかはサイドバックとかで使う選手が多いんじゃないかなと思ってますねぜひよかったら参考にしてみてくださいはいということでエスティアでしたはい続いてはこちら s s ティアの選手たち見ていきたいと思いますもうここからは本当に最強ですよもうゴリゴリにい、e、いフットボールリーグとかでも使ってる方が多いセンターバック組になってくるんじゃないかなと思いますけれどもこの6名を選ばせていただきました正直若干迷ったのはエジミューソンかな エジミューソンを S にするか SS にしようか迷ったんですけど、まあギリギリ SS かなっていう感じですね。まあマルディーニかエジミューソンどっち使うかって言ったら僕はエジミューソン使うんで、やっぱりまあ使用感もね、普通に軽くてスピードもあるということで今回ギリ SS にさせてもらいました。逆にね、ファンダイクとかライカールドに関してはゴッドにしようか若干迷ったんですけど、まあ今回 SS にさせてもらいましたね。特にファンダイク僕めちゃめちゃ気に入って使ってるんで、本当に最強クラスかなと思います。ライカールドに関してもね、使ってる方めっちゃ多いですし、クリバ に関してはやっぱりショータイムってことでライブアップルとか C 固定なんでまあ、あんまり使ってる方はいないかなって印象がありますけれども能力だけ見たら本当にめちゃめちゃ強いですからね。まあネスタとかサリバに関しても使ってる方結構多いと思います特にこのハイライトサリバとかね一番このハイライトの紫のこのサリバが強いかなと思うんですけれども能力値ぶっ壊れてるからね本当この選手もワンチャンゴッドにしていいぐらい,い,い能力値してるんじゃないかなと思います。まあこ,この6名に関してはまあエジミューソンぐらいかなそれ以外は文句ないと思いますまあみんな口を揃えて最強とい 選手結構まあエジミンソンは持ってる方もそこまで多くないと思うので評価分かれるかなって印象があるんですけど僕は使用感も含めると今の環境でもかなりいいセンターバックなんじゃないかなと思ってますねまあ、ぜひここら辺はね皆さんのご意見を教えてもらえたら嬉しいなと思いますはいということでエジミンソンでしたそして最後はこちらゴッドティア見ていきたいと思いますこちらの2名をゴッドに選ばせてもらいましたってことでもうなんだかんださ結局この2人になってません皆さんどうですか とととかかかネスターとかイカールトとかねまあ、ゴッドにしようか、めちゃめちゃ悩んだんですけど、まあ、この2人と肩を並べるかっていうと、まあ、ちょっと微妙というか、この2人は正直強すぎるかなって印象がありますね。本当、この2人はもうスピードもあって、ディフェンス打ちもあって、フィジカルもあるんですけど、もう使用感まで軽いんですよ。まあ、2人ともねもうサイドバック登録っていうこともあると思うんですけれども、ドリブル数値とかパス数値に関しても、もともと結構あるんで、もうなんか、すべての面で言うことがないというか、もう完成さ されたセンターバック2人なんですよ、ね、何でも極論を言えばこの2人をねセンターバックで使うのが一番いいんじゃないかなって感じもあるんですけれどもこの2人に関しては。 もうアラフォ右サイドバック冨安に関してはもう両サイドバックどこで使ってあげても強いんで結構サイドで使っている方もいるかなと思いますけれどもまあなんだかんだセンターバックやっぱり最強はこの2人なんじゃないかなと思ってますねもしかしたらねまあ SS ティアからゴッドなんじゃないかっていう選手もいるかなと思うんですけれどもああ僕はちょっとこの2人に肩を並べるかっていうと若干微妙かなって感じで今回はこの2名にさせてもらいましたまあほんとよほどのことがなければもうこれから先もしばらくガチスカットで使い続けられるそんな2人かなと思いますのでぜひ持ってる方はもちろんね使ってね まますすけけども,本音も使っていただけるといいいいただるととんじゃないかなか思いますはい、ということで、こっちでした。ってことで、今回はセンターバックティアランキングということをやっていったんですけれども、いかがだったでしょうかまあ、いろんな意見があるんじゃないかなと思いますけれども、個人的にはこんな感じになるかなと思いますね。まあ、最後まとめると、このような形になりますけれども、どうですかねやっぱりまあ、AT やとか S とか SS そこら辺がね、結構能力値もこう近いような選手が多いんで、いろんな意見が出てきてもおかしくないんじゃないかなって気はしますけれども、まあ ぜひそういったご意見はね、コメントをいただけたら嬉しいなと思います。まあ最初の方言ったんですけれども、今回あくまで僕の独断と変形で回数していますので、まあ、あくまで参考程度に見てもらえたら嬉しいなと思いますね。はい、こんな感じでフットボールと動画日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それではまたは次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。